はい、こんにちは。今日はですね、撥水剤の話をまたしたいと思います。それから今、ご家庭などで作陶されている方、徐々に増えているのかなと思いますが、そんな方にですね、おすすめな水性の撥水剤、これもですね、紹介したいと思います。私自身もですね、水性の撥水剤を使ったのは今年になって初めてでした。で、それまではやっぱりですね、この皆さんよく使われるこの青いCPE ですね、これが本当に多いと思うんですが、どうしてもですね、匂いがかなり強いということと、筆などの管理というか、筆を洗ったりするのにも、こういうラッカーシンナーですね、普通の塗料シンナーよりもかなり強力なシンナーを用いてきちっと管理しなければいけない。そしてやはりそのシンナーにも強い匂いがあるということで、換気を十分にするとかですね、広い場所で行うとか、そういうことが必要だったし、実際私の講座などでもですね、どうしてもこの匂いがなんかダメだという方がですね、アレルギーがあるとか、そういうのに弱いという方がいらっしゃってですね、なかなか難しいのかなと思っていました。で、これまた油抜き剤といって、昔はろうそくの、ろうですね、ろうを溶かして湯煎して使ってたし、今も使ってる方いますが、それをもう同じような成分をですね、液体状にしてあるもので、これも便利は便利なんですが、やっぱこれもやはりラッカーシンナーで筆を洗わないといけないし、ある程度ですね、ちょっと匂いはあるので、その匂い対策ということですね。それからこの、唐辛のりですね、ラテックスとか、ゴム液とか言いますが、これもですね、どうしてもアンモニア、防風のためのアンモニア成分が入っているので、独特のアンモニア臭い匂いがします。で、今年初めてですね、この CPA2、CPC の代替製品というか、同じメーカーさん、ここと同じメーカーさんが作っているものなんですが、これはですね、初めて自分が使う機会がありました。で、それはなぜかっていうと、お子さんがかなり関わるところにですね、こうした原料とかですね、道具なんかを納めさせてもらう機会を得まして、その時にやはりその管理のなかなかね、大変なこうしたものをですね、小さなお子さんが使うっていうのはどうかなっていうふうに危惧しましたので、まず試しにですね、こういう水性のものはどうかなということで、購入してですね、使用してみたら、ほとんど問題なく、ほとんどっていうか、全く問題なく使えましたし、匂いがですね、ほとんどないっていうか、一応ですね、これアルコールらしいんですよね、この成分的には。こっちはアセトンとかですね、トルエンとかなんですが、こっちはアルコール分が入ってるということで、そこまで強くありませんし、何よりも、筆をですね、水で洗うことができると、これ非常に大きなことじゃないかなと思います。特にさっき申し上げたように、学校、お子さんが使うとか、それからその家庭内での作陶において、どうしてもこういう強い匂いのものは使いにくいということが多いかと思いますので、これもね、一つの、提案としてですね、いかがですかという紹介の動画にしてみたいと思います。別によく言われるんですけど、どこの回し物でもありません。ただ単に、そういうね、こういう原料とか、溶剤、それから道具、釜もそうですが、福岡陶芸釜の発信としてはですね、こういうものがあるんだよっていうことを皆さんに知っていただいて、その中からこう自分に合う、ものをね、チョイスされたらいいんじゃないかなと思います。で、例えば水性と、この油性のものがあれば、比較すればこちらの方が撥水能力は強力ということだったんですが、後でお見せしますけど、その実際に通常の使用においてそこまで激しい差を感じることは私はないと思います。で、この水性がある水性は匂いが少ない、そういうことが分かっていればいいし、なんとですね、こっちよりもちょっと安いというね、メリットもあります。で、それからその唐辛のりにしても、これも以前動画で紹介していますが、これじゃなきゃできないっていう仕事があるわけですね。それからこの撥水剤にしても、
撥水剤、この油性の、青いこの CPE じゃなくて、この油抜き剤、このパラフィンの液体じゃないとできない仕事っていうのも、やっぱそういう作家さんもいらっしゃるわけですから、これだけね、いろんな方法がある。それからもちろん、こういう溶剤だけじゃなくてですね、濡らした新聞紙とか、どっかあると思うけど、マスキングテープとかね、そういうものでも、ある意味撥水ということはできる、油がかからないようにはできるということですから、そこをですね、考えていただけたらいいのかもしれません。それから、まあ、これが、まあ、パラフィンだということでありますので、例えばそうですね、お子さんなんかだったら、ろうのね、塊、まあ、ろうそくでいいと思うんですが、そういうのでこう素焼きに何か書いたりしたら、それがそのまま撥水されるよっていうようなことをね、不思議があってもらうのも、まあ、面白いのかもしれないですし、まあ実際問題ですね、我々がまあ指導してて、特に一般のね、食器なんかの高台、まあ使用するまでもないっていうこともね、よくあるので、まあ、そこはですね、よくよくお考えになってやってみてください。確かに撥水剤塗るのは作業してる感っていうのはすごくあるんですが、本当に必要なのかっていうことと、必要ならばどれをチョイスしますかということを、まあ一つですね、この動画をヒントにしてみてください。はい、それじゃあですね、実際にちょっとやってみたいと思います。まあちょっと失敗した素焼きの器があったので、これ使ってみます。で、どちらの撥水剤もですね、やっぱりちゃんとこう説明書、ラベルに書いてありますので、まあ、どちらもまあちゃんと振ってくださいということが書いてあります。きちんと、激しくじゃなくていいので、攪拌してですね、なんか均一にこうなるように。で、こちらホームページ、新書アコートさんの見たら、まあ、使用する30分前ぐらいに混ぜてくださいということだったので、まあ、なるべくなら早めにその準備をですね、する方はそういうふうにした方がいいのかもしれないです。まあ、どれぐらい、そんなに差はね、本当にないと思いますので、やってみましょう。で、やっぱりこの撥水剤、ここに塗ったよっていうのが分かるように、色がどうしてもついてますので、この新聞なんかでですね、ちゃんとこうテーブル作業台、汚さないように、しておきたいと思いますね。はい、どうしてもこれがついちゃうとですね、なかなか取れないっていうか、もう取れませんので、作業台の木とかですね、服についちゃうと取れませんので、そこは気をつけてください。で、もう今、匂いがですね、やはりCPE の青い方ですね、こちらの方もかなり、匂いがします。で、この水性の方はこのように、ピンク色の、ものです。で、これでまあちょっと塗ってみましょう。どういうふうに塗ってみようかな。そうですね、比較をしたいわけだから、まあそうですね、まあある程度の面積こうちょっと塗ってみましょう。こんな感じですね。まずこれ CP 油性の方ですね、それから水性の方ですね。これも同じように塗ってみましょう。で、塗った感じはですね、変わりません。確かに油性の方がさっと染み込んでるような気もしますが、若干濃いとこの水性の方が一瞬残るような感覚はありますけど、そこまで大きな差はないです。ただですね、乾燥する時間は明らかに水性の方が時間かかりますので、5分ぐらい置いたらいいのかなと思います。今まだ少し水性の方はこうキラ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 というか、こう液が残ってる感じの、ツヤがありますね。はい。で、実際問題ですね、CPE この油性の方もですね、説明書をちゃんと見ていただければ、よく攪拌するということと、これを塗ってから釉薬をかけるまでやはり、5分から10分ぐらい置いてた方がいいというふうに、書かれていますので、まあ慌てずに、やってみてください。はい、それではですね、ちょっと透明油を少し出して波形塗りしてみますね。こんな感じです。どうでしょうか。まあ、ほとんど、作
差を感じることはないかと思います。で、説明によりますと、メーカーさんのホームページの説明によりますと、粗めの土の場合はどうしても油性もそうなんですけど、粗めの土の場合は撥水力がちょっと弱くなる恐れがあるということですね。だからもうこういう、これ信楽系の土ですが、こういう通常のもう土で粘土であればですね、別にその特段この水性と油性で大きな差を感じるかというと、感じないですね。多少この表面に残る水滴が多いかなっていう気はいたしますが、これは当然ですね、後でスポンジで拭き取るものですから、全く問題ないかと思います。こうしたですね、作業いろいろ段取りが大変なこともありますが、この水性と油性ですね、違いがあるということを、その2種類あるということですね、知ってもらったらいいかなと思います。で、実際この油性の方はもうだいぶ経ってるのでちょっと波形が硬くなってきてるというか、早く洗わないといけないなっていう感じ。そしてこの撥水剤の方もですね、だんだん揮発して、今部屋の中すごい匂いがしてますが、こう揮発してきてるので、早く洗わないとお皿も筆も、カチカチになっちゃうということですね。で、水性の方は当然ながら水性なので全くそのようなことはありませんし、この筆は水で洗って、すぐに、お手入れも済むということです。本当に匂いもほとんど感じませんね。ほとんど感じません。アルコールの匂いを感じるのかなと最初買った時思いましたけど、それはもうないですね。こちらはやっぱりもうちょっとこれだけね、出しただけでももう部屋がこの匂いになっちゃうぐらいなんですが、やはりですね、その能力と、どういうことに使うかっていうのを考えの上ですね、チョイスしたらいいと思います。はい、いかがだったでしょうか、ね、意外とその大きな差はないというか、ほとんど、一般的な使い方では分からないぐらいだと思います。で、やっぱり、家庭でお使いの場合ですね、水性水で溶けばいいっていうのはかなり、使いやすいんじゃないかなと思います。はい、このようにですね、また何か新しい、僕も知らないこともいっぱいありますので、その辺でこうお役に立つようなことがまた出てきましたら、順次発信を続けていきたいと思います。それではですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。